間違えた当たりでした皆さんこんばんは SKE489 期生チーム S18 歳の中坂です岐阜見てないんですけど試合見れてないんですけど結果だけ見てたらめっちゃなんかどっちも後半アディショナルタイムに決めててびっくりびっくりだったんですけどさすがさすが田口優弥選手って感じですね 会って見返したいいと思います今のところホーム負けなしなのではないですか首位大宮以外には負けていない気がするのでこの調子でデギバジャロー <laughs> デギバジャロ戦も頑張ってほしいですハロウィン楽しみですね何やるんだろう楽しみです皆さん4月14日長良川で持、ま、待ってますあ PK 獲得だったんだえー、絶対見よう ま菅原さんのお渡し会のために名古屋にいましたえそんな方が今日たくさんいらっしゃるんじゃないですか皆さんこんばんゃちゃ,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 ちゃ今日オーセンティックが届きましたえいいじゃないですかいっぱいいっぱい来てください <laughs> ね今日確かにいつもとメンバーが違いましたねあのいつもスタメンの選手がベンチスタートみたいな もうすぐ会えるの嬉しい私もみんなに会えるのが嬉しいだけですあの今日すごい衝動で髪の毛を切りたくなったんですけど <laughs> 危ないねすごい衝動やばい切りたいってなっちゃうんですよ急にどっからかスイッチ入っちゃう <laughs> 今日はどこに食べしたのかしら中ちゃんどこ行ったの今日はですねドルマ公園に行ってきたんですよパチパチフ <laughs> 桜ザクラっちゅうのを見てきました 14日岐阜15日 S 公園と中ちゃん推しみたいな行動する予定だって嬉しいよありがとう <laughs> ありがとう <laughs> そう鶴間公園に鶴間公園ってありえないくらいいい屋台が出るから <laughs> 大好きなんですよだから行ってきました <laughs> なんか全然混んでないなんかもう葉桜だったからちょっと過ぎてるからかな混んでなくて サクッてサクッて <laughs> いけました <laughs> そう皆さんひんやりはしてなかった朝の方が寒かったですね今日は全然朝寒すぎてマジコールドーって感じ馬を増してきたえまだ屋台出てますあの今週末まで確かそうです馬を増してきました何食べたかなバナナジュースたませ 唐揚げリンゴ飴食べました <laughs> <laughs> いいねいいねそう桜ねいいなってなってましよ <laughs> <laughs> 今日も1時間友達 LINE してましただっていいじゃんいいじゃんいいじゃん今友達と LINE しよう友達に今日 LINE しようと思ってたのに忘れてたわライン LINE しよう えままさかと言ったバナナ俺ようやく見つけたよということでナイス <laughs> ナイスです写真載せますサッカーは一人行動できないのかわいいねでもうあの一人行動できるようになったらもう全てが楽ですよもう最高。 中坂は結構一人好きななのでなんかサッカーとかもあのー、たまにメンバーとかと行くのはやっぱ楽しいなって思うけど全然一人でも楽しめるしそうそうなんか一人行動ができるようになった自分が最強。 私は最強って感じです。<laughs> でも、ま、ママと一緒に行動するのが楽なのはすごくわかります。中坂もママ坂と行動することが多いですね。<laughs> いいな岐阜行ったの今日めっちゃ行くか悩んだんだよね。<laughs> 本能さんに会うのはなんかたまたまじゃない。 なんか絶対今日ほののさんいるっていう、まあ、絶対的確信は持ってるんですけどなんかいつも見つけるのはほののさんじゃなくてほののさんのご家族を見つけちゃうそうで「わ」ってなります <laughs> もう普通に今ほののさんの家族と会いたい最近会えてないから寂しい寂しい オースのグランパスショップ定期的に行ってますよ。<laughs> 沼津勝ったから岐阜3位交代まあ勝ち点さ1位違いに沼津強いですアースルクラロはもうすぐ対戦しますよね確か4月にあったような気がします負けなしなんで今のところあの大宮以外にはちょっとねルバァ初戦大宮だったのが結構痛いですね。<laughs> ドラゴンズどうしたのめっちゃ最近調子よよよじゃないですかそれも公園っておしゃれになってるんですかおしゃれですなんか新しくお店がたくさんできてそれも今日見てきたんですけどめっちゃおしゃれでしたフドスコイボンジュールドスコイボンジュール <laughs> そう 一人で行くとどの程度声出すか悩まない声出す席で見てないのであんま静かに見る席で見てるからあんま悩まないっていうか出さない手拍子とかはしますけどねょ中日調子良すぎて怖い怖くないドラゴンズは二。<laughs> でもなんか優勝しそうで嬉しいよ <laughs> そう 中ちゃんが写真集出すならどんなタイトルえー、写真集を出すならどんなタイトルえー、何がいいと思いますか逆にいいね1位いいね早くグランパスも1位いきたいっすゴール決まったら周りの人たちとウェイってハイタッチとかしないの しないですね。ガッツポーズとかなんか、うえーっと一人でやってます。<laughs> そう。マリノス勝ったね。そうマリノスさちょっと前までグランパスの座ちょい上にいたのにさ気づいたら今日勝ったから四位まで浮上してました。やっぱアンデルソンロペス選手が良すぎて。 見たかった。<laughs> でも大丈夫です。最終節絶対日産行くんで。日産 <laughs> に行きたーい。ええ。いいね。みんなが。みんながタイトル考えてくれる。 いやすごいすごい今日コメントがいっぱいですね横浜行きたい感情出すの苦手なのでどうしたら素直に感情出せるか教えてほしいえー、どうしたら難しいですねなんかなんかその人に見られてるとか意識変に意識するとなんか感情って出なくなるのでなんか私は誰にも見られてないって思いながら生きていくといいと思います人って意外と人のこと見てないって言うじゃないですかだからですそんな感じで <laughs> グランパスもすぐ上がれるってことですねそうです上がりますすぐ永ちゃんが撮る S 面や球技面の写真集が見たいえががが頑張るよ <laughs> ががが頑張るよ <laughs> えそう社内ソフトボール大会すごい社内でソフトボール大会があるんですねいいねフフ <laughs> 次がジュビロ戦でジュビロはちょっとキーパーがね良すぎる場よ <laughs> あのホームの日もぜひ川島選手が来てほしいですね川島選手見たいからゴール裏にしようかな <laughs> 中坂さんは名城戦乗ると感情バカぐりだよね感情戦だからということでね <laughs> そ,うそうですねあ皆さん「どすこいボンジュール」が始まりましたよでも名城戦は確かに感情戦だから感情爆かがりですね確かに言われたらそうかも何突っ込んだ方が良かったですかあでえねえ。いやいみんなカメラ持ってるんですよあんま使ってるところ見ないと思うけど <laughs> 日さ見づらいんだ えー、見たいジャーメイン急にブレイクしたジャーメイン亮選手みたいな方ですよねあ違うあ違うかな <laughs> 鼻かゆいえ、何これあそうですよねよく見ます 選手目当てで席座席決めるののもあないね北ゴール裏がグランパスはホームゴール裏なので南のゴール裏の最前とか取ってもうずっと川島選手見てようかなでもあの後半になったらずっとランゲラック選手見てるそう完全のプレッシャー PK 緊張したということでえ緊張しただからみんなそんな緊張の瞬間を見届けてください 4月14日放送ですいやマジで肌かゆい <laughs> チーズウインナー,チソーだって辛いですよねそっちなんかきみちゃんとゆいさんとクリスマスマーケットに行った時にウインナー食べたんですよ食べ比べウインナー食べた時になんかめっちゃ辛くてびっくりしたんですよ辛いみたいな <laughs> マジで辛かった 美味しかったですけどねキーパーは写真撮りやすいよということあそうなんだでもゴールネットとかが邪魔で見れないとかじゃないですかわかんないですランゲクさん体調不良説みたいなのが出てましたけどでもなんか今日は結構元気に練習フル参加されていたみたいなので今週末はいらっしゃるんじゃないですか さっき来た写真はその時のかなあそうですそうですそうですう皆さん見てください <laughs> そうですそうです <laughs> 鼻が <laughs> 鼻かゆい話しかしてない今日もなんかまつ毛綺麗じゃないいいね。 今日はお出かけそう、今日は鶴間公園に夜桜を見に行ってきましたなんか、そう先終わりぐらいがちょうどいいくらい人がいなかったです <laughs> 13日のトヨスタは行った方が良さげね時間があるなら是非来てください待ってます。待ってます。散ってそうあでも、咲いてるところは咲いてるし、散ってるところは散ってるって感じでした そう橋の上の写真「激キャワ」ということで「キャワキャワ」でしょありキャワですありキャワです曽根真公園はお店は結局行けてなくて今日は屋台しか行ってないでも曽根真公園行きたいなって思いました普通にキャラメル屋さんに行きたいですあとフルーツタルトが美味しそうでした我が家の近くのところはすでに散ってた そうもうなんか散り始めてますよね桜でもお年長いから嬉しい <laughs> 暖かくなるのが遅かったからね「J1 順位混み合ってますね」ということで混み合ってるところにいい感じに入れてるのでとってもいい感じですねまあジュビローさんは強そうなんですけど今負けなしの調子よ,よきよき,よきよきのよきなんで。 多分っっっちゃゃうんじなないかなって思ってます、まあ、セレストさんも調子よきよきのよきなんですけど勝っちゃうと思います浦和さんにも勝っちゃうと思います神戸さんにも広島さんにもガンバさんにも FC 東京さんにも勝っちゃうと思いますあ鶴間濃いにいちごパンのお店ありますね 料理選手権でもチームエスには姫丹がいるかな勝ちますねあそう鶴間公園公会堂ありますそうよく知ってますね八期生さんがテレビ愛知さんのライブをされた場所ですね全勝やんそうなんかこっから結構首位との戦いがすごい続くんですよ首位っていうか上位チームとの戦いが続くんですよねまあ神戸さんとかあのー、サンフレさんとか今結構し 上の方にいらっしゃるところでいくとガンバさんはガンバさんもなんか強いイメージあるけど今何位なんだろうちょっとその辺ちょっと把握できてないんでセレッソさんとかもね上の方にいるので公会堂ってあれなのねえそうあれ公会堂名古屋市公会堂って言いますあと2ヶ月プラス1で中ちゃんの誕生日ということでナインティーになってもナインティー4になっても愛してください イエーイ皆さんこんばんはうん今日は今日寒かった風が強すぎて寒かったよねキャラメルの概念変わりますマジでもねすごいね値段にびっくりしちゃったにゃん なかちゃんの九十四歳まで自分は生きてられない。なかちゃん九十四歳は何年後ですか？七十六年後です。<laughs> みんな長生きしてください。なかちゃんが一番可愛いって言ってた。嬉しいありがとうございます。サンキューサンキューって。 <laughs> 上着持ってき行ったよさすがに寒かったから大学の卒業式下の公会堂でめっちゃいいじゃんあそこなんかさあれですもんねなんかちょっとホールみたいな感じですもんね76年後って22世紀目前よということほんとだねちょうど99年とかじゃない 私もさすがにその頃は転生してそう転生しても君が君が好きな僕だ君を好きだという思いがドキドゥ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 君が笑う世界ドベー <laughs> 間違った前からフォローしてますのでありがとうございます嬉しいよあ中坂の娘になるのいいねいいね可愛がってあげちゃうよー <laughs> 生まれ変わってメンバーになりたいということで <laughs> メンバーになろうやみんなも。 J2 は今年3チーム自動降格だから残留のみを祈ってるということ J1 もですね今年は <laughs> 3チーム自動降格なので怯えてます <laughs> 生まれ変わっても女性が良き男の人になりたいっていう気持ちもありますみはあの男の人になったらもうバーカイケメンで もう全女子からモテるくらいのイケメン男子に生まれ変わりたいんですよ <laughs>、はい、あのもしあの性別が変わるならね女の子をもう一回やるならもう普通の JK もやってみたいなみたいな感じ「来世まで好きやったら諦めずに何度もオーディション受けたい」「いっぱい受けよう」「中坂も何度たくさん受けたんで」「男になったらやってみたいこととかあるの?」 えっと、インスタグラムを始めて、あのー、イケメンすぎる顔をいっぱい投稿したい <laughs> 男装が似合うかは分かんないんですけどちょ今の顔が別にイケメンだっていう話そんなことは一言もしてなくてあのイケメンに生まれ変わりたい <laughs> 猫になりたいいいねほのぼのとしていていいねそう動物になるなら何になりたい 動物になるなら人気者がいいんでライオンかなあホワイトタイガーとかっこいいですけどねシャバーニーになりたいですみんなは生まれ変わったら何になりたいですか <laughs> はいイケメン希望です 全女子に持ってたい。<laughs> 猫になりたいの？猫多そうだね確かにねも猫なんか定番だよね。空を飛んでみたいので鳥になってみたいです。あいいですね名古屋の人になりたいあいいじゃんいいじゃん確かそれもありだよね。可愛い,い飼い主さん飼い主さんを猫になりたい。お <laughs> ミユリンってなんやね <laughs> パパ坂になりたい <laughs> ああ是非是非スタイルのいいパパ坂さん <laughs> パパ坂さんはスタイル良くないので <laughs> ちょっと無理かもしれないですね <laughs> ファンの中に理想のイケメンいますかということで、えー、理想のイケメンですか理想があんまないんで <laughs> あれなんですけど <laughs> イケメンイケメンの概念難しいですよね <laughs> なんか中坂がなんか「イケメン!」ってよく言うとなんか「ずれてるね」って <laughs> 言われることが多いんですけどうんわかんないです <laughs>。中ちゃんのクラスメイトねいっぱい喋りかけてね生まれ変わっても人気者になりたいのね。 そうですねあの全女子にも出たいミーアキャットいいねかわいいかわいいちゃん性のアイドルになりたいのへえアイドルになりたいんだねみんな中坂みーちゃんを独占してる人になりたいそんな人はこの世に存在しませんパンダで楽したいあの係員さんじゃなくて飼育員さんにコネコネするんでしょコネコネってかわいいねパンダかわいい確かにミ恵もポテッとしたパンダになりたい ずっと猫飼ってたから猫になってみたいのあー確かに飼ってたらねどんどん好きになっちゃいますしねおじさまの家の猫になりたいいいですねいいご飯がいっぱい食べれそう <laughs> そううちの猫になりたい食べ放題眠り放題遊び放題猫いいですねそう優等生あ優等生いいですねお兄ちゃんに求めるものはえでもなんか 妹に優しいお兄ちゃんがいいですねもうお兄ちゃんなんかいないので生まれ変わったら勉強も頑張っちゃおうということで確かにぜ全部できる人になりたいイケメンでスポーツもできて、うん、運動もできては一緒か勉強もできて優しくてなんかピアノとかバイオリンとかギターとかなんか楽器もできてイケメン <laughs> <laughs> かまぼこになってボコボコにされたい <laughs> パンダって人の言葉わかるらしいよすごサッカー選手になりたいストライカーいいですね中ちゃんが猫になると威嚇がすごそうシャー <laughs> 確かに全員にモテた時に1人に人決めますかそれは決める日が決める時が来たら決めるかもしんないけどなんかまあ高校生の間とかはなんかもう。 なんか何組の丸々くんめっちゃかっこよくないみたいなののかっこいいよくないの人になりたい中坂さんの子供になりたいでも中坂さん結婚しないからなねえ面白いですね野村周平くんになりたいやつあのー、俳優さんですかいいですね中ちゃんこんばんはしばらくエスコイン行けてないということで待ってますエスコン待ってます そう完全完璧な人ですねそう出たいイケメンとにかくイケメン押し目になりたいお兄弟は欲しいと思ったことありますかありますよでも今となっては一人っ子で良かったなって思いますそうイケメンに生まれ変わった男性アイドルになりますかえなりません あのインスタグラムで顔を載せてちょっとちやほやされたいくらいです中 <laughs> ちゃん DD じゃないの中ちゃんは DD です <laughs> 中坂さんと実は干支が同じですということでねおー結構年齢が絞られてきちゃいいですね <laughs> もう見た目的には私のいとこと同い年そう <laughs> 地元で有名な系かな地元で有名なんかちょ噂にはなるけどみたいな本当に存在してるのかなみたいなね生まれ変われるなら大谷翔平になりたいでも、うん、死ぬほど努力しなかんよいやまあそりゃそうですけど <laughs> なんかサッカー部のエースになりたいねモテそう サッカーー部のエースは絶対にモテるよね <laughs> 分からんけど <laughs> サッカー部のエースでスポーツテストは学年1位でまあテストあの学期末テスト学校のテストも、まあ、1位とは言わないですけどそれはなんか15位くらいには入っちゃって「なんか全然勉強しない」とか言ってさらっと15位くらいに入っちゃってでー さりげなく優しくて、音楽の発表会とかでなんていうんですか、合唱コンとかでピアノの伴奏とかできちゃってイケメン <laughs> <laughs> 石油王の娘とかはシンプルに憧れるかえ確かに。 もう1歳の頃からさベンツとかなんじゃない誕生日プレゼントがいや乗れないよみたいなね <laughs> 双子アイドル双子アイドル双子アイドルかあんまないですよね <laughs> 今もモテモテなのにいやもちろんね今も皆さんに愛していただいてるのにさらにねなんか されれれたいいんかかっって思われるかもしれないですけどやぱこうなんかその今はもうアイドルだからこう皆さんに応援していただいておりますけどなんかもう一般人でもちょっとざわざわしちゃうみたいなそんなざわざわイケメンになりたい <laughs> そう <laughs> ずっとディフェンダー一筋だったんですディフェンダーのエースがいるかもしれないじゃないか 完璧だけどちょっと抜けてるところもあるという気かもじゃあ授業中ちょっと寝ててなんか当てられる直前くらいに隣の女の子がなんかなんかまるまるくんみたいな次当たるよみたいなって言ったらえみたいなへああ終わりみたいなちなみに何みたいなちょっと可愛くないですか <laughs> そんなイケメンになりたいです <laughs> 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 中ちゃんはそういう男子が好きだの、ね、ああそんなことはないです <laughs> あそれはちょっと誤解がありますねはいもうとにかくイケメンでち <laughs>、はい、ヤホヤされるなら何でもいいからイケメンに生まれ変わりたいあの異性に生まれ変わるならの話ね やはり面白い中坂のなんか私はなんか自分のことをかっこいいって思ってるの結構む難しいタイプなので何 <laughs> て言うんですかたと、まあ、えそれがどんなにイケメンだろうともなんかちょっと自分にイケメンの自覚ありそうなタイプはちょっと苦手かもしれないのであれなんですけどでも自分は。 男の人に生まれ変わるなら、イケメンになりたいですね。で、自分のことはイケメンだと思って生きていきたいです。<laughs> <laughs> そう <coughs>。意味わかんない話してるんだけど、ずっと。 <laughs> そう <laughs> そでもじゃ自分にモテないだけなんでそれはそうそう伝説のイケメンになろう伝説のイケメンになりたいこう代々この町で受け継がれるタイプのイケメンになりたいえめっちゃ鼻かゆいんだけど何これ今日 <laughs> はい、何の話やねんって感じですねメンバーで同じ絵棟を調べたゆきちゃんふゆっぴレオナさんだったその12個下はいないってことまだねどれだけイケメンに憧れてるかよく分かりました、まあ、憧れてるだけなんで。 ししがいいいれば持てなくても人生楽しいぞととうことでいやそれはそうですよね。いや推しができると人生が豊かになるのはもう,そう分,か分かりますそれはめっちゃ。なのであのー「推しにされたい! <laughs>」いや今も今も推しにしていただいてるんですけどなんかなんか私には結構理解しがたい話なんですけど結構私には理解しがたい話なんですけどなんか高校とかの。 友達高校の時に友達がなんかクラスに推しがいるって言ってたんですよ。えクラスに推しがいるって何みたいな <laughs> えこれ結構私理解しがたいんですけどなんかそのアイドルの推しとか有名人俳優さんとか、まあ、タレントさんの推しとかモデルさんの推しとかは結構すごい分かるんですけどクラスメートにも推しという概念があるっていうことを初めて知ったんですよ。だからそののクラスメイトの 推しになりたいです。<laughs> はい。ね、どういう感情なのかは、ちょっとわかんないんですけど <laughs>。そう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 。そういうのがいるらしい。ファンクラブがあった同級生いた。ええー、すご。 そうなんか分かんない明日の声は何時頃に終了するか分かりませんかえー、どうなんだろうちょっと長いのかないつもより、まあ、でも9時とか遅くても9時には終わるんじゃないかななかなか9時超えることないですからね永ちゃんのかわいいはパパ坂とママ坂の DNA のどちらの影響が多いと思いますかえー、なんか 奇跡的に2人のいいところがいい感じに抽出したかなみたいな感じ <laughs> 奇跡的にとか言ったらまた怒られちゃうんですけどみんなにまあでも、まあ、そうですね眉毛はおじいちゃんで目は目はどっちなんだろうな、うん、パパ坂寄りかな鼻はママ坂です口は。 じゃ輪郭は完全に今まま坂ですねはいパパ坂 DNA はあんまりなんか中坂ってパパ坂より足長いんですよ実はでもパパ坂の方が膝から足首までの長さが長いのでさ足が長い人ってここが長いじゃん膝から足首までが長いじゃん足が長い人って中坂はパパ坂より足が長いのに膝から 足首までの長さはパパ坂の方が長いのだから中坂は腰から膝までの長さがね長いのねそうけどなんか足短いみたいな感じそうままさかさんの輪郭欲,欲しいでも激丸輪郭だよなんかなんか なんかもう肉を全部排出するとするならばなんかこれが中坂の輪郭なわけですよこれなんかね顎がまずシャープになってないのこれが限界顎 <laughs> これが限界顎なんですけど <laughs> マジで激丸だよ <laughs> なんかもうここ骨こうまっすぐここ骨この骨から なんか別にエラが張っっててるわけけじじゃゃなないいんんだけどほら張ってはないじゃんここら辺はちょっと肉だからさもう中坂の自己責任なんですけどもうこっからここがなんか傾斜ないほんとに <laughs> そうだからギキ丸だよなんかくるみんの顔が丸いとかみんなよく言うけどくるみんはちゃんと顎がシャープなタイプの丸なのですごい輪郭としてはうらやましいタイプなんですけど中坂はなんかほんとに。 なんか球体貼り付けましたみたいな顔してるんですよ <laughs> そう頬肉煮込みたいだって <laughs> 美味しいかなここ <laughs> そうそう <laughs> ママサカさんの昔の写真見て似てるなとかあるないです結構ママサカに似てるって言われるのは、まあ、パパサカに似てるって言われるのもなんですけどあんまり嬉しくないのね。<laughs> 言わないでください <laughs> そう 性格はめっちゃパパ坂にですパパ坂の悪いところ全部似てます明日公園に行くけど僕のことは忘れてくださいななんでですかんでですか 今日もかわちありがとう自己分析は完璧え、そう、自己分析は完璧だしマジママ坂に言われますなんかもう本当に本当にパパ坂だよみたいな <laughs> そう明日は朝配信明日はみんなにチュモッパおにぎりを自慢したいので朝配信しようかなって思いますそういえば明日の公演 G 列の上手側ですおおやっぱ親子だなんて感じる 感じたくないですけどねあんまり感じますねペンライトが1つしかないと思うのでてんてんてんということで、うん、分かった探すねそう今日はノーズシャドウの入れ方をあの動画で見たので明日ちょっと実践してみたいと思うんだよねそうそう 今流行りの診断やったらパパ坂と同じなのかなでも中坂はエンターテイナーなんですよなんかなんちゃらかんちゃらいいから始まるやつですいいんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃらなんですけど <laughs> 外交的なんです意外とにゃ親に似てるって言ってあそうですか <laughs> えーへーへーへーみたいになっちゃうじゃないですかそう みゆちゃんになります本当にたじてタジさんのおにぎり食べたことありますよおいしいよねええ列の方いるの A 列なのえ楽しもうね外交的なのは見れば分かるそれ外交的エンターテイナー ESFP みたいなやつです確かそう確かね もうう一回やってみよう今日なんか毎回変わるんですよやるたびにあと質問内容が難しすぎてなんか日本語が通じない私に <laughs> いや今やってみようかな今やってみようかなちょや今やってみるわ面白そうだしやってみようみんなと一緒だな,なんか分かりそう日本語が。 ことで戻ってままいりました <laughs> こちら中坂の昔の携帯なんですけど最近パパ坂に貸してたので充電があるということなので今からあの性格診断をやっていいいきたいと思いますみんなと喋りながら「性格診断」MB だ「MBTI」だあそう MBTI ってやつですね。 皆さんもよかったらあのやってみてください MBTI 無料性格診断テストだってこの辺はちょっと電波が悪いのでなんか前やった時はエンターテイナーでした,あた定期的に新しい友達を作るうんいまいちだけどでも作りたいっていう気持ちはあるから。 同意するのを同意しないよりにしようさまざまな面白そうな事柄について探求するために多くの空き時間を費やすでも結構日本語難しいでしょさまざまな面白そうな事柄について探求するために多くの空き時間を費やすでも自分の興味があることに対しての時間を使うかってことですよね、まあ、多分めっちゃ使っちゃうと思います同意する他の人が泣いてるのを見るとすぐにすぐに自分も泣きたくなるあいいえ マジで,で中坂に泣きの感情をください誰か <laughs> 大体案の大体案を考えることが多いえー、むそんなん考えない大体案あるからよくねってなるよねいいえ <laughs> 大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられるいいえ <laughs> 社交の場では自ら進んで新しい人に挨拶していくことはほとんどのなくでに知ってる人と話すことが多いはい 一つのプロジェクトを完全に終わらせてから次のプロジェクトを始めるのが好きいいえ <laughs> 自分はとても感傷的だ傷つきやすいってことですかで傷つきやすいけど立ち直りも早いよね感傷的だ予定表やリストなどの整理管理ツールを使うのが好きあ好きですないと生きていけない <laughs> 一日の予定把握できないもん些細なことでも間違えると自分の能力と 知識全般を疑ってしまうはい <laughs> 自分に自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単はい <laughs> これは MBTI してます、M B T T I、あれ ?MBTI じゃない、M BTI あっ P になっちゃったクリエイティブな作品のいろいろな解釈や分析の仕方についての議論には興味がない意味わかんないもんクリエイティブな作品のって何ここのこの分皆さんが あの今からコメントが読めなくなるから、あのー、でね思ってると思うんですけど大丈夫です今日いっぱいやりますか11時、まあ、やっても11時半くらいまでやっちゃうかもしれないんで、まあ、テンションぶち上げてみていただけたらなと思います見れる方は是非時間がある方は是非作品のいろいろな解釈や分析の仕方についての議論には興味がない、えー、全然意味が分かんないんだけどやるかもです <laughs> これがめっちゃ時間かかったらってことね わかんないクリ,エイティブクリエイティブな作品のいろいろな解釈や分析の仕方についての議論には興味がないでだから球技とかでグッズ作るときに中坂さんはあんま干渉しないタイプなんで、まあ、興味がない方かもしれない同意する <laughs> 自分の心より自分の頭に従うことが多いいや感情のまま動いてしまうないいえ <laughs> 日々のルーティンを決めるのでなくいつもその時に自分がしたいことをするのが好きはい 会うう人にに好印象を残すかどうかどどはほとんど気にしないあい,いやもうこうもう大丈夫かなみたいな <laughs> 晩酌しながらいいじゃん何飲んでるんだいグループで何かをするのが好きえっ、ー、一人も好きなんだけどグループも好きはい <laughs> 結末を自由に解釈できる本や映画が好きい,いやえ結末はってなっちゃうからね 自分が何かをやり遂げるより周りの人が何かをやり遂げるのを応援することで幸せを感じるあそれははいとても課題しながらのんびり見ますわ課題えらいやんできたこの前の課題そう無理はしないでねということできたらやりますねいろいろなことに興味がありすぎて次に何をする挑戦するか決めがたい 興味があるものは少ないなんか気分屋だからそんなことはないけどえどういうこと <laughs> どっちだと思うみんな的にいろのことに興味がありすぎて次に何を挑戦するか決めがたいそんなことはないのめめたいいいえチュモッパー食べれますちゃんと <laughs> 物事が悪い方向に向かうのではないか心配しがちはい複数人で何かをする時リーダー的役割は避ける なんか自分から立候補はしないけどやりたいタイプ俺天才なのでおさすがよいちょう <laughs> 避けるわけではないな芸術的なタイプではないはい芸術っていう言葉が多分世界で一番、あのー、かけ離れてますね人々が感情ではなく理性に頼ればもっと良い世界になると思うんだって難しいね 理性って何やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き <laughs> 全然やらなきゃいけないことを後回しにしてしまうタイプです人が口論をするのを見るのが好き <laughs> 性格悪いって思われちゃうじゃないですか注目を浴びないようにしている学校とかでは浴びたくないけど SK では常に浴びてたいよねの場合はどっちですか 沈黙 <laughs> 浴びないようにしている実はそんなことないよねみたいなとても急に機嫌が変わることがあるあーはいすっ <laughs> めっちゃコロコロ変わります自分より効率が悪い人がいると我慢できないえー、どっちかなギリギリ最後にやっと何かすることが多いはいとてもはい <laughs> 死後について以前からずっと興味がある、ね、あんまないですねもう50%だよ意外と早くない 一人でいるより、人といる方が好き。あ、そんなこともない。<laughs> どっちもどっちって感じですね。議論がとても理論的になると、退屈に感じたり、興味を失ったりする。な <laughs> んもあるんだろうね。自分とは全く違う経験をした人の気持ちを、ななく理解できる。 自分とは全く違う経験をした人の気持ちよまあでも誰かに寄り添うのは得意だと思ってる <laughs> いつもギリギリ最後まで決断を遅らせるはい一度決めたらその決断を疑うことはほとんどないそんなこともない <laughs> とても疲れる1週間を過ごしたあとはにぎやかな社交の場を楽しみたいめっい じゃあもう5日間毎日仕事だったけど明日新潟に行きますかってことですよね行きます <laughs> 違うか違うか <laughs> 美術館に行くのが好きいいえ <laughs> 人の気持ちを理解するのは難しいとよく感じるあそんなことはないですいいえ日々のやることリストを作るのが好きやることリストっていうよりやらなきゃいけないことリストを作って頑張って生きてます 好きではない <laughs> 不安はほとんど感じないいいえ電話はかけないようにしているあはい電話って結構気まずくないですか <laughs> 私友達と電話するときにあ切るねみたいな会話がすごく気まずくてなんかいつもドキドキしちゃう <laughs> 自分と違う考えを理解するためによく多くの時間を費やすうんどっちだろう えもう7070 70友人間でまず誰かに連絡して何かを提案するのは自分である場合が多いあそれはとてもはい計画が途中で中断されたらできる限り迅速に再び軌道に乗せるのが最も重要だ、えー、なんか行き当たりなんか友達と遊びに行く時だけは行き当たりばったりが無理なタイプですね、はい、ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしているあとてもはい人生の意味や人間が存在する理由について考えることはほとんどないほとんどない 感情をコントロールするるのではなく感情にココンントトロローールルされていしようとは心がけてるけどコントロールしようとは心がけてるけど本当感情に振り回されてきてます基本的にはい誰かに非があってもその人が周りに悪く思われないように私は最新の注意を払うそれはめっちゃ払っちゃうかも <laughs> 自分のスタイルはきちんと着実に努力するではなく自然発生するエネルギー爆発の連続に近いエネルギー爆発の連続ではなさそう難しいな中間らへんにしとこ誰かに高く評価されるとその人が自分に落胆するのにどれくらい時間がかかるか考えてしまうあんま考えないんですねほぼ いいいいつつも一人でで作業すする仕事につけたらいいと思うあー思うあわないです誰かがいてほしい。ゆるご飯食べてきてくださいみやす。ポコポコの時 <laughs> ポコポコの時か。いいねみんなにちょっと中坂語に訳してもらわないとダメだわ。抽象的な哲学問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。<laughs> 静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好き。はい賑やかすぎるのもあれですけどね。 <laughs> 一目見ただけでその人の気持ちが分かるそれは難しくない重圧で押しつぶされそうだとよく感じるうんよくは感じないけど、まあ、まあまあ感じるって感じ一つ一つ順序を追って念入りにことを全うするあでもやらなきゃいけない時はそうですね賛否両論と言われてることにとても興味があるあんもないですね そもそもなんか人に意外と興味ないタイプです自分より他の人の方が必要としているならいいチャンスも逃すあそれはないですね締め切りを守るのが苦手でも守りますけどねちゃんと苦手だけどちゃんと守ります物事はうまくいくだろうと自信があるうんーあんまない結果いけますバン 中坂の性格タイプはやっぱエンターテイナーでした <laughs> やっぱエンターテイナーだすごくないすごくないですかやっぱエンターテイナーだったやっぱエンターテイナーなんだ ESFP だって熱意にあふれた精力的な人たちで 無計画に行動すするのを好みますあそんなことないんだけどな <laughs> 擁護者だったおお Y 中会社退屈することはないでしょうだってスクショスクショ ESFPT みたいな <laughs> 外交型67%だっておお 観察の人たちは現実的今起こってることは起こる可能性がとても高いことに集中する傾向があります観察だって直感型より観察型らしい感情型だってえ感情ないけどねあんま感受性を大切にしてるって意外と <laughs> 倫理学者のワイと相性いいらしいおお ええー、みんな全然違うえ。すごいね。次。探索型。アドリブで何かしたり、さまざまな機械に対応したりするのがとても得意です。あ、それは確かに得意かもしれないです。すごい。自己主張型18%なんだけど、アイデンティティ <laughs> アイデンティティ激動型だって。 えー、面白いねすごーい。どこに相性がいいって書いてあるんですかどこに相性がいいあれ書いてあるんですか <laughs> こ ?T とか A とかは何が違うんだろうね。 わかんないですけどあ相性あった相性感情豊かなお調子者らしい私は最高の相性は INTP だって探求者それやったことないから今度してみるしてみて INTP だと中坂と相性いいらしい <laughs> 今やったけど冒険家になった中坂もさそんな詳しくないからさあんま語れないんだけど養護者だったお建築家でした何度やっても論理学者ですええー、阻止されないとなかなか寂しい阻止阻止主人公いいじゃんかっこよくないなんかでもなんか内向型が多いねファンの方でさ外向型はあんまりなさそうどうですか 相性がいいのは ENFP アーティスト同じやつ ENTJ リーダー ISFJ 力持ち ENFP 海賊王 <laughs> 巨匠でした運動家だった結構みんなバラバラだ提唱者ってなんだえむずいね仲介者だった 昔見え冒険家だったんだよね確か <laughs> 相性悪い人は言わないでおきますねへ <laughs> えへ、ー、えー そうだ、A と T の違いが気になる A と T の違いは A は自己主張型、T は身長型だってあ、じゃあミュウは身長型らしい意外と <laughs> えー、なんか全然わかんないけど面白かったわ <laughs> かりましたね、これね なんだっけもう忘れちゃったアルファベット覚えられないんですよみそうまあななんかエンターテイナーでした自己主張じゃないの自己主張だと思ったんだけど大雑把にしか見えないけどえそれな間違ってたかなまあまあでも2回やって2回ともエンターテイナーってことは多分エンターテイナーってことです はいエンターテイナーですは <laughs> <laughs>、まあ、い,いちゃちゃってありがとう見てくれてなんか思ったより長くならなかったのでまあ11時半まではさすがにやんないと思うんですけどまあ、ちょっといつもより長めにやろうかなって思います ESFP だって ESFP だってみんな永ちゃんヤッホーということでヤッホーねちょうど10時すごぴったりぴったりめっちゃ30分くらいかかるかと思った意外とさっくり10分とかで終わりましたねゆきゆきそうそう寝ようかなと大事早寝大事眠たい時に寝ましょうね 寝落ちしてたらごめんねということで <laughs> そんなこともあるさ皆さんは眠たくなったら塗ってくださいねちゃんと今日配信何したかあのメールとかでちょっと送ります遅刻したのやば強くない <laughs> 長めなの嬉しいイエーイ完全なるモテタイプらしいじゃあモ,モテってことですか <laughs> まだ卒業したてだから問題解くのも早いよねということで問題解くってどういうことですかクイズ出されるのみんなに21時前にご飯食べたので3時間は寝られないダイエットしてるやん偉い今日の仕事疲れたから寝落ちするかも中坂美恵ちゃんもう眠たいから今日寝落ちするかも <laughs> 寝落ちするかもやばいアイドル合ってるねねっ天性ってこと 昨日から寝寝てないのそれは早く寝よ朝ごはんままさかさんに発注したのままさかさんちもっぱで <laughs> <laughs> 読んでくれたから診断早くできたおお電車で揺られながら診断してたら寝落ちしてた危ない危ない 今さまた地下鉄で寝落ちしそうになって危なかったよこの前クイズ出そうかかかってこいやじゃあみんなで一般常識クイズ大会しようみんなが一般常識を中坂に出す意地悪な問題送ってきたらアウトで <laughs> そうちもっ でも最近毎日ちもっぱなので多分大丈夫です出てきます注文しなくても今の総理大臣、ま、ピンポン岸田総理大臣ピンポンピンポン中坂さあの鉄道の一般常識クイズのタイミングが悪くて毎回なんかさちょっとあ危ないけどさ基本的に頭いいかな <laughs> 三大珍味はピンポンピンポーンああもう難しくなってきた関ヶ原の戦いで家康に負けた相手は徳川家康に明智さんじゃないの わかんない三角形の内角の和は180度鈴木さらは書けるようになった名古屋市の人口200万人くらいじゃない石田三成ですフォアグラだけ三大ですがキャビアフォアグラトリュフでしょ中ちゃんの4番目に可愛いところは そんなん決まってるだろこのぺちゃんこの鼻だよ。<laughs> s k e のでハッとする曲は「スタンドバイユー」「恋打ちフラグ」ハッと「ハッと」なんか急に言われると出てこない。 日本三景…あ日本三景ねあのー、知ってます松島とかですよね <laughs> 松島となんちゃらとなんちゃらそうあとなんか大喜利混ざってるなこんな劇場公演は嫌だどんな公演 なぜか17人いる劇場公演三名、あみ <laughs> !3 名園1つ知ってます兼六園やろ日本庭園ってことでしょじゃあ徳川園神暦と白鳥庭園で。 バイト先のキッチンのつまみ食いで制覇やばい信 <laughs> 州は何県それこの前教えてもらったのは長野県ですね <laughs> 三大美女は中坂と中坂と中坂。 三大ビジョンなんだっけなここまで出てる <laughs> 国民の三大義務は納税教育を受けさせる義務と勤労の義務ですね <laughs> 2022年1月1日に中坂美羽ちゃんが見た夢は何だったでしょうかえな、ー、んだろう1月1日だから結構しょうもない夢見てそうなんかあれナスとキュウリの夢見てそう <laughs> 紀州はえー、分かんない和歌山とか紀州って読むかも分かんないサッカーは11人でやるスポーツですがラグビーは 16人わかんないけど <laughs> わあ数を数えようか無料体数もちゃんとやるかね <laughs> 1 1 0千0 0万億兆経外上上交換正最極豪華しあそぎ寝歌不可思議無料体数へい。<laughs> hey. FC 岐阜の今の監督は上野優作監督。キローン。徳川園新暦は機関バスやってた時代を思い出すなということ。なぜキュウリなんかキュウリとなすの夢見た記憶ある。正解は奥歯が4本くらい抜ける。えいやだお正月から最悪な夢見てるやん。<laughs> 診断したら指揮者だったお指揮者って何ですか ?A アルファベットだと。 イエーイ中坂推しの三大義務はえ生誕 T シャツを身につけるえ名前の後ろに「アットマーク中坂みゆちゃん大好きチュッチュ」をつけるえ毎日中坂みゆちゃん大好きって叫んでから出社することですね <laughs> 抜けてたまあ飛ばしちゃったね <laughs> 中日6一で横浜に勝ったんうになってえー、めっちゃすごい首位じゃん今日も <laughs> やってる人いるんかない,いますいます絶対に一人くらいはいますみんなだって気づいたらさ中坂美優ちゃん大好きっていうさあのアットマーク消えてるもんねみんな 鎌倉幕府ですか逆に権利あ長ちゃん推しのもらえる権利長ちゃん推しの権利でも長ちゃん推しにメリットは他の例に行っても怒られない権利他さいの裁量も振っててもいじられるくらいで済む権利かな。 昔なんそうみんなにつけてもらってたのにみんな気づいたらちゃんと消してた <laughs> そう全国に長崎推し1,000万人いるもんねはい1,000万人います <laughs> ENTJI だっておいいってことは外交的ですね 一緒じゃん。あ、まあ、鼻声が急に来た。こんばんは。円周率、円周率みめっちゃ言えますよ。 こんばんばはじめまして八ちもなかさんに行ってきましただってうえーありがとうございます何買ったんですかみんな演習率言います3.14159265358979323846264338とかまで言いますえみ久しぶりにみんなと一緒にやりたいことがあるんだったみんなと一緒にじゃないんだけどみんなにはさ見てもらうだけなんだけどさみんなと一緒にやりたいことがあったなーにーって聞いて。 そうめっちゃ言えるんですよ謎に演習率言える昔のふえちゃん特技じゃなかったっけそうですふえちゃんはもっと言えるらしいそれはですねあの長坂の昔ショールームでやってた企画なんですけど「クグ1分チャレンジイエーイ!」 せちもなかと桜餅といちご台風買いましたあめっちゃいいまたレポしてくださいぜひ今桜餅この前食べたわらび餅とこれは中坂さんが昔ショールームでやっていた企画なんですけどあのククをすべて1の段から9の段まで1分以内に言い切るっていうチャレンジをしてて最高記録が43秒くらいなので目標は40秒切りで 行きたいと思いますそれでは行きます緊張の瞬間です行きますよーいあ、ここに時計がありますのでこちらで計測していきたいと思います行きますよーい ご自宅に行くの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 が行くのに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 行がのに行く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 の

記録は47。四十七秒二十八。二八。四十七秒二八でしす。いや、全然遅かった、思ったより。ええ。私の中では結構三十秒くらいで。言ったつもりだった。<laughs> <laughs> うん、意外と <laughs>。 そう十分早いよ十分早いしでもタイムアタックなので全然遅いですねそう VAR だななんで VAR でそう悔しいです皆さんもぜひ九九1分チャレンジ」に挑戦してみてください次は47秒28を塗りかえ塗りぶせるように塗りつぶせる塗り塗りかえ 塗り替えれるように頑張りたいと思います自己記録は43秒くらいだった気がします金島さんに勝負挑んでほしいだってメンバーと一緒にぜひやりたいですねちょもう一回やろうもう一回だけやらせてお願い行きます47秒28だったから行きますよレディー はい身のご自身のごが身のご自身のご自身のご自身のが自身のご自身のご自身のご自身がご自身のご自身のご自身のご自がのご自身のご自身のご自身のごが身のご自身のご自身のご自身のが自身のご自身のご自身のご自身がご自身のご自身のご自身のご自がのご自身のご自身のご自身のごが身のご自身のご自身のご自身のが自身のご自身のご自身のご自身がご自身のご自身のご自身のご自がのご自身のご自身のご自身のごが

四十四秒五十一、あ、四十四秒五十一。三 <laughs> 秒巻きですね。あ、三秒、二点。三巻、二点三秒巻きでした。ちょっと早くなりましたね。<laughs> ちょっと早くなりました。<laughs> いい顔してますかあよかった。 面白い皆さんもぜひやってみてください <laughs> ぜひなんか引っかかっちゃうよね結ちゃんの頭の中でどういう計算の仕方してるのえ計算はしてないなんかもう暗記してることをただ言ってるだけなんかジュゲームジュゲームを言ってるみたいな感じです早口で。 血が回らんし今何言ってるかも分からんくなる頭の中で <laughs> そうみかんずのネタになるちょっとみかんぜ TV にアピールしないとはいどんな顔で言ってたか分かんない全然今 <laughs> 3枚使ってやってもらおうということ3枚で、ね、言えたらすごいみんなを前にすると緊張して言えなくなりそうねえ ラジオでやろう <laughs> なんか今日ラジオでやりたいことあるって言ったら「今日1分チャレンジがしたいんですけど」<laughs> 言わないと <laughs> ずっと目つぶってこの辺見てた <laughs> 早口言葉得意ですよ早口言葉何でも言えます 東京特許許可局 <laughs> <laughs> ねなんかいいですね <laughs> 自由気まま中坂の配信ですね 次のトーク会でみんなから次から次にそのチャレンジをリクエストされたら1時間持つということで <laughs> 1時間持つしその部が終わったあと直後にタイムアタックしたらもう過去1記録出そうじゃないもう <laughs> みんなにみんなに言わされて中ちゃん爆速クックできるかも10秒とかで言えるかもしれんもしかしたら <laughs> ね面白い の二日間の通常ロング配信が尊い。ね、なんか。時間があるとやっちゃうよねっていう感じです。口周りが筋肉痛になる。でも、なんかさ。なんか、その。顔、顔のトレーニングって言うんですかね、表情筋トレーニングとか。 こうなんか顔痩せしようみたいな感じでやるんだけどさきつくないのなんか表情筋はなんか常にもうもうすでにあってなんか <laughs> 発達しすぎてるからなんかここがパンパンなのかな <laughs> そうクリームブリュレが言えませんクリームブリュレ確かに難しいですねブリュレブリュレって感じ 表情豊かででですすすももんんんねそうなんですどんなど顔もできますこんな顔もこんな顔もこの前なんか中坂的にプリクラで変顔は必要ない派なんですけどもこの前友達に「プリクラで変顔したい」って言われたからプリクラで変顔をしたんですけどプリクラで変顔をする機会がなやさすぎて。 プリクラでした変顔がもう変だった <laughs> そうなんか分かんないみんなプリクラで変顔しますかいやみんなプリクラ取らないか <laughs> そう でもなんかプリクルで変顔するんんだって <laughs> でもなんか変顔とかをする機会がないからなんか可愛こぶってんだろみたいな顔になるわけよだって変顔なんてしないからなんかみんな結構ガチなんだけどねっガチでできないわよ <laughs> ガチでできないなんか佐賀さんはってやりますよこれはガチ変顔ですか 傷ついた確かにプラックで取らないんかもねいやみんななかなか取らないかなって思ってね言っただけです傷つけてしまったのならごめんなさい変顔で笑わせにあ笑わせてくれるのえいいねいいねみーちゃん常に可愛いい愛い,いよありがとう <laughs> 嬉しいですもうこんなにも話していたらもう10時半なんですね じゃあ今日も四十分くらいに終わろうかにゃ。まだあと二十分ありますね。見送りで変顔したつねる。ありがとうとかやるんですか。いやだいやだいやだ。二十二時二十二分ゾロ目ということゾロ目ですね。お腹が鳴ってるわまた。 <laughs> お話が尽きませんねなんか毎日配信してるのにみんなとこんなに話が尽きないのがすごいなって思います友達と話しててもさ話尽きるじゃんなんかもう,もう話すことないみたいになっちゃうのにさみんなとだったらなんか無限に話せるからすごいなって思いますねえほんとにすごい今日の晩ご飯は き今日は屋台でご飯をもりもり食べ過ぎたせいで、長坂さんは夜ご飯食べてないんですけど、パパ坂とママ坂さんは、うん、私が振り回したせいで帰ってくるのが遅かったので、あのオリエンタルみかん,ぜん TV カレー、長坂バージョンを食べてました <laughs>。そうあとは、お祭りの屋台で買ったホルモン唐揚げを1個もらいました。美味しかったです。そう なんかみんなからさ適当にふ振られた話題をめっちゃめっちゃさ広げたい広げてみたいなんかこの話題広げるの無理そうだろうみたいな話題くださいちょっとみんなあと2日で毎日配信3300日だけどなんか特別なことやる金曜日がってこと金曜日でも夜予定があってさ配信できなさそうなんだよねだから朝配信になっちゃうと思うんだけどなんかやろうかな あ、すごい難しいな <laughs> 難しいなもっとなんかその,<笑>,あの笑いに変えってもいいような話題にしてください <laughs> 社会問題とかについてはさなんかふざけられないから <laughs> 今日今年に入って100日らしいよすごいすごいね蚊についてあいいじゃないですかじゃあ蚊について話しましょうじゃあ今 24分なので5分間蚊についてちょっと喋ってみたいなと思います。よーいスタートまあか蚊,蚊ですよね。蚊っていうのはま,あまあ虫なんですけど、あのー、まあ、まだまださすがに刺されてる方は少ないかなって思うんですけど、まあ、5月過ぎたくらいから多分いっぱい増えてたくさん刺されるようにね。なるかなって思うんですけど、まあ、中坂は、ま？あ めっちゃ蚊に好まれるタイプななんでですよでなんかもう皮膚科の先生もドン引くくらいの蚊に刺されを毎年作って皮膚科に通ってたんですけどあのー、今なんか小さい頃ってさなんか半素で半ズボンで外出,は出回るからあの刺されるけど私はなんかこのそんなに。 露出をしなくなったというか半袖半ズボンで出歩かなくなったとても蚊に刺されるんですよもうそのくらい蚊に好まれてて血が多分中坂の血相当うまいんだなって思いますね今年はあのー、献血をしてあの蚊に血を吸われる間もないくらい献血をしていきたいなって思 <laughs> ってるのであの覚悟してほしいなって思いますねなんかサッカー観戦行くとマジでよく刺されます 長良川かな,なんかどっちか行った次の日にもう体中に蚊に刺されがあって本当にびっくりしましたでも蚊取り線香とかもなんか炊いてる感じが苦手だったり虫よけスプレーとか虫よけバンドの匂いとかもダメでなんか対策が長,長袖長ズボンを着るくらいしか無理なんですけどなんか長袖長ズボンを着ていてもなお刺されるので悔しいですね。 そうだからあのー、どうにかカニ刺されないように今年は過ごしていきたいなと思いますね。あとはあのカ、ー、ニ刺され系っていうか虫除け系で思い出したんですけどなんか昔あのー、林間学校に小学生か中学生の小学生の時かな行った時にあのー、激辛マシ内で虫除けのこういうバンドをね。 あの開けてしまったんですよでもあれってもう相当匂いきついじゃないですかなんかちょっと薬品系の強めな香りがもうバス全体車内全体に漂って漂わせてしまってなんか「え誰?」みたいなえ「今開けちゃダメだよね」みたいな「誰が開けたの?」みたいな結構先生にがブチギレモードに入っちゃったんですよでもうなんかバレたら絶対にブチギレられるじゃないですかで私はその先生がもう本当に苦手でもういつも怒ると怖くて本当に。 苦手だったんでこれはバレたら怒られてしまうと思ってもうカバンの奥底にしまい込んで「え何この匂い誰?みい <laughs> い誰」みたいな「え何この匂い誰?」みたいな「え誰誰?」みたいなやっててあのー、結局あのー、めっちゃ最悪な別の人が怒られちゃったんですけど <laughs> 実はそれの犯人は私でした <laughs> ごめんなさいその人本当にごめんなさい あの本当にあの最悪なんですけど <laughs> だ本当に本当に怒られたくなくてもうその先生に怒られるの本当に怖くて怖かったから「で誰?」みたいな「誰このい「いとかやってたらもう本当に私だったんです私の隣の席の人しか知らないんですけど私の隣の席の人は優しいので今の今まで多分誰にも言わなかったと思うんですけどもう本当に。 あのその説は本当に申し訳ないなって思いますごめんね <laughs> ごめんねそうそんな感じでしたねもこれは結構本当に今今だから笑い話にできますけどもう本当に申し訳ないなって思っています <laughs> 私はでもマジで怒られなかったので良かったなって思いますねその先生に怒られるのは 何回かあったんですけどなんか個人的に怒られたことはないけどなんかもうとにかくめっちゃ怒られる本当に怖い先生だったから <laughs> ごめんね本当にって感じです。で、まあ、まあそんな感じで、まあ、今年も多分蚊と戦いながら生きていこうかなって思ってるんですけど中坂さんはあのあんま良くないかもしれないんですけど顔をた,た叩き潰す能力がすごい結構優れていて結構100発80中くらいなので。 今年も一緒に戦っていきたいなって思いますので覚悟してかかってきてください以上中坂ミュウのカトークでした <laughs> ど,うえどう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  <laughs> 代わりにんかその人はもうバスに乗る前から虫除けのバンドをつけてたんですよ でなんかその匂いがなんか漂ってきたんじゃないかっていう話になって、まあ、誰も虫除けのバンドなんか手につけてなかったからでなん,かなんかまだつけるの早いよねみたいな感じで怒られてて本当にん申し訳ないでもめっちゃ仲いい子だったから、うん、ごめんねって感じ本当に <laughs> はに、い、ひどい人だと分かりました <laughs> 次はカレートークとかう本んに 日本一でか,か日本一蚊で盛り上げられるアイドルですねということ <laughs> 面白いですね蚊で5分も話しましたよめっちゃ面白いこれ定期的にやりましょう3分スピーチとか強そうよねでも2分半二分 m c 二分間 MC は苦手でした最後にちゃんと謝っておこうはい本当にその説は申し訳ございませんでした 時計見ないで3分間スピーチできるえできないです。時間間隔はマジでない。ラジオの一人喋りにちょうどいい技ですね。ということう。話を盛り上げる能力というか、広げる能力はめちゃくちゃあるので、あのー、なんかも割とど,どの角度で来ても対応できるかもしれない。 まあ、ごめんねって感じです。<laughs> えー。ィーンズユニットの意気込みまとまってたよね。本当ですかね。でもう緊張したよ。ああいう動画撮るの苦手です、結構。中坂さん、意外となんか思い出したらそういうエピソードいっぱいありそうで怖い。歌唱力はまだ出るって決めてはないですね。<laughs> 自己 PR とか。自己 PR は全然できないです。 私の長所は私の長所は好きなことには熱中するしすぎてしまうことですね、はいまあそうですね私はまあ好きなものをやると決めたことにだけはまっすぐなんですけど、まあ、逆に。 自分のの興興味味がががなななないい、まあ、ここことととはん人でそ短所かっって思ったりしていますただ、あのーまあ、今回のこういう出来事だったりはすごい私の得意分野であったり好きな分野であるのであのこの長所を活かして突き詰めていきたいなと思っておりますみたいな「<laughs> S のこのタコ紹介とかずっとできそう」まあ「きみちゃんはあのー、マジでいい人なんですよ」みたいな「<laughs> きみちゃんはマジでいい人」。 どこがいい人かっていうとまず全部 <laughs> 存在もいい人ですねもう最高にいい人だと思います <laughs> すごい「タコ紹介」と「イカ紹介」って連チャンでコメント来てるのめっちゃ面白い面白ーい <laughs> 大喜利大会出場の振りですか <laughs> 大喜利大会は出ません 就職面接うまそうということなんか高校を卒業するときにあのまあ、授業の一環で面接練習をしたんですよ。ねなんか結構めっちゃなんかちゃんとした面接練習でもう終わったって思ってなんか死亡した理由は何ですかと言われてなんかえなんて答えればいいのみたいななんかみんなはさ対策してたかもしれないけどさもう対策も何もしてないからさもうただ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 さもうその場の なんていうのもうその場で無茶振りされたみたいな感じだからもうめっちゃめっちゃ頑張ってた <laughs> そうモノボケだけは本当にできないね 明日11日間あと2ヶ月で誕生日なのかということでそうなんですよ18歳の中坂を見られるのもあと2ヶ月だよってことで <laughs> 一回自己紹介してほしいはい SKE489 期生チームす1 8歳の中坂美悠です誕生日は6月11日生まれ双子座血液型は O 型で性格も典型的な大型です好きなことは 好きなものは SK48 とサッカーと献血です、えー。好きな食べ物はネギとろ丼です。あと唐揚げとアイスクリームも好きです。最近ハマっていることは11期とおしゃべりすることです。もっと仲良くなれるように頑張ります。え皆、ー <laughs> えー、さんに。 お上手になるお上手だと言っていただく機会は多いんですけど実はダンスも歌も未経験6年目、まあ、5年間でエスキーの中で培ったものしかありませんロッカーを散らかすのが得意です確かになんで知ってるの今日ロッカー開けて結構びっくりしちゃったみたいな最近献血行った 最近、献血今できないの次5月末までできないから行ってないです。<laughs> えー、CBC ラジオにて SKE48 中坂美桜の元祖シャチモ中坂ラジオを「 毎週土曜日19時40分から放送しているので皆さんぜひ聞いてくださいまた赤のれんさんの春夏コーデモデルさんもやらせていただいておりますぜひそちらの方もチェックよろしくお願いします19歳になるのはもう無理 <laughs> 何が無理なんですかもう私も無理です19歳になりたくないないです 気にすることが溢れている世界私のしっ回路を続いていくしんとまらないだから I don't know 時計は TikTokSo I don't have the time 現代の生活余裕がなさすぎて周りのことは気にしないん <laughs> 「どこに何があるか分かってるから」アミ「あみわかんないですねままさかに聞いてます」<laughs>「出るストップュージーも止まらない退屈なにグッバイスージーななな この夜はディスコティ夜が明けるまで。夜が明けるまで。もうユニフォームは買いません。強い意志があります。お金ないないだから。フフフ。血腔たい。 でも今ちょっとささくれが多いので献血できない <laughs> 赤のれんさんのインスタ見て中坂さんのモデル姿イメトレしてます中坂もちょっとドキドキなんだけど <laughs> そうに出て釘付けやったよ釘付けやりたい釘付けウィンなりきるは天使かなとどめ けない演技「押したら引いてまた押せ押せ」「で雨押しをウィンク」「打ち抜けよ精神歌い響け」「祝福の3時君に届いて」「声も顔も優しい目も全部いたしたいたいない」「この目で伝えたい」 ラガチャも家にも使うやつだけ買えばええねん使わないやつは買わないその通り <laughs> その通りです <laughs> そう。亜美ちゃんと釘付けウインクみたいなえ中坂も釘付けウインクやりたい <laughs> 釘付けウインクやりたい秒すぎてやばい大好き もう少し話したいのに笑顔で見送るのなんだかな日に日に膨らむ想いもう溢れそう <laughs> 弱気な自分と強気な自分がいたり来たりどうかしそう君との距離が永遠みたいだけどだけど,だけど引くな引くな振り向かせたいならそれしかないちゃ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  釘付けウィンなりきるわ天使からのとどめ避けない演技押したら引いてまた押せ押せダメ押しウィン迷いより天使鐘を鳴らせ祝福の惨事君に届いて声も顔も優しい目も全部愛しい歌い足りない 「この目で伝えたいラブイスヨー」「テテ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 テ」「見てみぬふりができたら苦しい」サードユニもあるんですか野球は。それはやばいねお金なくなっちゃうね。 <laughs> 苦しくなることもないのかな頭の中君ばっかり夢にまで見ちゃう好き好きでも止まらないドキドキがもう止まらない キラキギラギラ好き君とどこまでも行こうフラフラフフーフフフフレフレフフフフフフるフ夢フ見てる背中ばっかりを見ていた君の隣でフフフフフフフ 切ないも「さみしさが胸をさす」「あいもなういもほらきっときっと越えてゆける」「じゃんじゃじゃじゃん」<laughs> ということで40分なのになんだったので。 そろそろ終わりたいと思います。<laughs> 皆さん今日も見てくれてありがとうございます。見てくれたお礼にじゃあなんかなんかしますね。じゃあ今からみんなが見てくれたので長崎みえちゃんの高速ウインクをお届けしていきたいと思います。いきます。ということで皆さんにえー、高速ウインクが届いたかなって思います。<laughs> 終わります。 <laughs> 見てくれてありがとうさっきアザあズの配信でティーンズユニットでの食べ放題めっちゃ行きたいって言ってたよだってかいいね行こうねみんなで <laughs> 終わります目 <laughs> の目のおさんくまおにぎり水井さんよムムサギさん食パン目の目のおさんくまおにぎり丸々豚さん牛乳お茶 おもしゃん、ポップコーン、ガロウさん、クマおにぎり、クマパン、ピースさん、ハート、タキシドさん、おにぎり、ずんだまさん、おにぎり、ウきキーさん、おにぎり、ピピーフェさん、おにぎり、食パン、トットエセゲさん、ハート、ピンクさん、さんミ牛乳、キラキラボスさん、ハート、ピンクさん、お茶、白猫さん、ピカピカ、おにぎり、えー、ピンクさん、ハート、ルルンネさん、ハート、白猫さん、食パン、世界さん、ハート、ハート、ピピーフェさん、タラのオープン、マスクしてるクロミちゃんさん、牛乳、みじんこさん、おにぎり、ムシャラスカルさん、ハート、ルルルルさん、えー、食パン。 <laughs> えー、むしゃらすかるさんハートブーブーグーグーさんハートハートピピヘイピさんたらのおんぷ海賊王さんおにぎり白のくまさんおにぎりズンダマンさん食パンピピヘイピさんくまおにぎりルンルンネコさんハートチョコチーズさん牛乳 <laughs> ピピヘイピさんたらのおんぷブーブーグーグーさんおにぎり世界さんだるま、えー、紫さんハートウキいさん食パンズンダマンさんおにぎりルンルンネコさんおはな紫さんハートメイドメロンさんポップコーン シャコーキドグさん、お茶牛乳リンゴさんタラン、オンプ、麦わらラボーさん、お茶アザズ、バレンタイン、バレンタイン、アザザザ、ンタラン、ウ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 タラン、タラン、ウ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 タラン、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  <laughs> おにぎり、ずんなマーさん、たらの音んぷぴぴヘぴさん、牛乳、白のクマさん、おにぎり、自転車ラスカルさん、おにぎり、ウサギさん、ハート、世界さん、ライフ、ぴぴヘぴさん、お茶、キラキラ星さん、ハート、クロワッサンさん、だるま、白のクマさん、えー、クマパン、センター系女の子さん、えらい、ピースさん、ハート、ハート、ハート、自転車ラスカルさん、たらのおんぷピースさん、ハート、自転車ラスカルさん、だるま、ありがとうございます。他にもゲスト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。イエー やっとコメントできるようになったに、ね、ありがとうありがとう16投げてみやすだって16なんで16なんですか教えてみやすみやす JKT さん知ってますよもちろんえ鼻かゆいの収まった確かに中ちゃんに釘付けウインクいいですねまぶた震えてたよ目かゆいのだって目痙攣してますよ <laughs> けいれんに見えてたってことですかね両目はウインクもできますよできますよ <laughs> もうほぼもばたきでは今日もたくさんのギフトを皆さん投げていただき本当にありがとうございます最近はちょっとね長々とやってしまうので反省ですけれども 皆さんがこう最後までで見ててくれて嬉しいです眠気のピーク超えたところなのにだってごめんね,ね寝てほしいですけど眠気のピーク超えたらさなんか起きちゃうよねめっちゃわかるめっちゃ申し訳ないんだけどそれ <laughs> やることやって今だったらインスタライブでもしようかな <laughs> 生配信大好きすぎるよねごめんねでもみ目も早く寝なきゃって感じなんであのお互い早く寝ましょう <laughs> では続きまして ランキング読めます。今日の中身の七十三位は、デケデケデケデン。ピンクのまるまるのアバターのうんふふさんです。ありがとうございます。ということでおめでとうございます。ありがとう。パチパチ。では続きまして二十位から読みます。いきます。せーの。 ピッピフユピさん、白のお通りさん、ミジンコさん、メイドメロンさん、ウサギ電車さん、ピンクさん、お月さん、バージンコさん、ありがとうございます。いーいありがとう。ということで、今日の20から10の皆さん、ありがとうございます。いェいイいイいェイ。はなかゆうよよ。明日7時半です。13位。 フフフさんありがとうございます。しゃちほく。12、3ありがとうございます。まる豚ブー。11、フフフ、3ありがとうございます。え、好きになってきた。元気娘。10位、フフフ3ありがとうございます。しゃん。しゃん。<laughs> 9位、フ3ありがとうございます。皆さん、ハタゴンさんと一緒にうどん食べに行く こー8位、フン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 ありがとうございます。ナミネルラスカル、ルルルルル,ル,ル,ル位 <laughs> ございます。緑さんにムーブムーサギブンブン位 <laughs>、3位ございます。ストライク五位、フンフンフございます。アジサイニャンニャンニャン

ということで皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございましたイエーイコメントしてくださった方星はギフトを投げてくださった方もありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェックダイフゴットショールームのフォローツイッターと Instagram のフォローアメブロのチェックよろしくお願いします、えー、行ってしまった手前インスタライブもしようかな10分くらいですけどあのー、11時過ぎてからくらいにやると思うので <laughs> まあ気が向いたら見に来てください10分くらいだけやります では終わります <laughs> 今日の三連単予想は十七。37 <laughs> ということで見事三連単的中です <laughs> ということで三連単的中しました2万千円目かな2万超えてから初めての貯金です。 ということで、7934盛り上がりありがとうございました。明日は朝の7時半からです。見てください。終わります。せーの、ばいちゃん、じゃんけんぽん、集めて。ほい。今日の合言葉は、じゃん。エンターテイナー、バイバーイ。皆さん、おやすみみんずみだよ。おやすみ、バイバイ。盛り上がりがすごいね。ありがとうございました、今日も。 今日も配信見ていただきありがとうございましたみんなといっぱいお話できて嬉しかったですありがとう明日声見てね